皆さん、こんにちは。今回は芸能界を揺るがす大きな騒動について深掘りしてお話ししていきます。タレントのフワちゃんによる不適切投稿が引き起こした波紋、そしてそこから見えてくる芸能界の闇、果たしてこの問題の本質とは何なのか、最後まで目が離せない内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。まず事の発端から振り返ってみましょう。2024年8月11日、お笑い芸人のやす子さんへの不適切発言が原因で、フワちゃんが芸能活動の休止を発表しました。彼女は以下のような謝罪文を発表しています。この度の件の責任の重さを考え、一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくことにしました。活動休止期間は、自分のことを見つめ直す時間にできればと思っております。反省して精進します。しかしこの騒動は単なる謝罪で終わらず、さらなる波紋を呼ぶことになります。なんと騒動後にフワちゃんの X アカウントの有料会員向けポストが再び物議を醸したのです。誹謗中傷マジ余裕マジ意味不明、あのラジオでやってるヤフコメ民のノリです。アホだよな。これらのメッセージは騒動に対する愚痴とも取れる内容でした。ここで疑問が生じます。果たしてフワちゃんは本当に反省しているのでしょうか。この件についてネット上では賛否両論の声が上がっています。本物なのだとしたら、いろいろとひどいし、やっぱり特に反省してないことが伝わる。個人的にはもうこの先フワちゃんは帰ってこなくていいです。フワちゃんは反省なんてしてないと思っていたから、予想通りだね。サブスクとはいえ表に出して指名取るところがバカすぎる。一方で擁護する声も見られました。今回明らかになったメッセージは休止宣言前のもの、あくまで自分のファンに向けての言葉。しかしこれらの擁護意見も問題の本質を見逃しているように思えます。なぜなら公人としての責任や言動の影響力を考慮していないからです。さらにこの騒動の裏でお笑い芸人の千原ジュニアさんの YouTube 動画でもフワちゃんに関する過去の暴言が明らかになっています。芸能陰と陽テレビ雑誌のライターによると、こんな出来事があったそうです。今年5月、千原ジュニアさんの YouTube チャンネルでお笑いトリオネルソンズの青山フォール勝さんがフワちゃんの飛行機での迷惑行為を暴露していたんです。離陸前のフワちゃんは座席を倒して爆睡、 CA が声をかけても無視していて、最終的には CA が複数人で座席を戻し、シートベルトも装着させていたそうです。フワちゃんはこの暴露に逆ギレ、自分の思いの丈をサブスク会員にぶちまけた挙句、 YouTube チャンネルの主である千原ジュニアさんに名指しで死ねとポストしていました。この一連の出来事から、フワちゃんの問題行動は今回が初めてではないことがうかがえます。むしろ起きるべくして起きた騒動だったとも言えるでしょう。そんな中、ミュージシャンでタレントの西川貴教さんがこの問題について興味深い見解を示しました。2024年8月11日放送の上沼高田の釘付けに出演した西川さんは、フワちゃんの釈明に疑問を呈しています。やっぱりなかなかこれを合点がいく説明だとは納得いかないところがある。これで行こうで誰が OK したのかなって思います。西川さんは自身の経験を踏まえて、周囲のスタッフや家族からの注意により騒動を未然に防げることがあると指摘、そしてそういう人がフワちゃんの周りにいないんじゃないかなと推測しています。この西川さんの意見にネット上では共感の声が相次ぎました。フワちゃんのような人こそ手腕のある事務所に所属し、管理コントロールされてないと長く活動するのは難しいのでは。一緒にいた方や目上の人が一言よくないから止めとけって叱ったり助言できるような仲の人いなかったのかなって、ここで浮かび上がってくるのはフワちゃんを取り巻く環境の問題です。フリーランスとして活動していたフワちゃんですが、人気タレントであったためマネージャーはいました。しかしそのマネージャーとの関係性にも問題があったようです。2023年3月、フワちゃんは XQTwitter でマネージャーとのやり取りを披露しています。新幹線のチケットをなくしたり、違う新幹線に乗ってしまったりと
自身の不手際をさらけ出す一方で、マネージャーに対して逆ギレする様子が描かれていました。さらに芸能プロ関係者によると、フワちゃんのマネージャーの仕事は主にスケジュール管理など事務的な業務に限られていたそうです。通常芸能マネージャーの仕事には、特に新人タレントの場合、礼儀作法などの教育も含まれます。しかしフワちゃんの場合、その遅刻癖に対しても適切な指導がなされた形跡がありません。これらの情報から見えてくるのは、フワちゃんの周囲に彼女を正しく導く人物が不在だったという事実です。言い換えれば、フワちゃんの人間性に関しては放任状態だったと言えるでしょう。ではなぜこのような状況が生まれてしまったのでしょうか。その背景には、現代の芸能界が抱える構造的な問題があるように思えます。 1. SNS の普及による即時性と拡散力。芸能、陰と陽、タレントが直接ファンとつながれる SNS は諸刃の剣です。即時性と拡散力が高いため、一瞬の不適切な発言が大きな騒動に発展しやすくなっています。 2. フリーランス化の進行。事務所に所属せずフリーランスとして活動するタレントが増えています。これにより適切な指導や管理を受ける機会が減少しているケースがあります。 3. 若手タレントの教育不足。芸能界での作法や礼儀を学ぶ機会が減少していることも問題の一因かもしれません。特に SNS 時代に育った若手タレントにとって、オンラインでの言動の重要性を理解することは CRUCIAL です。 4. 視聴者の反応至上主義。視聴率や再生回数を重視するあまり、タレントの過激な言動や行動を容認してしまう風潮も存在します。これらの要因が複雑に絡み合い、今回のような騒動を引き起こしているのではないでしょうか。ではこの問題をどのように解決していけばよいのでしょうか。いくつかの提案を考えてみましょう。 1. SNS リテラシー教育の強化。タレントだけでなく一般の人々も含めた SNS リテラシー教育の重要性が高まっています。言葉の重み、影響力を理解し、適切な使用方法を学ぶ機会を設けるべきでしょう。 2. マネジメント体制の見直し。フリーランスタレントであっても、適切な指導や管理を受けられる体制づくりが必要です。例えば、インディペンデントアーティスト向けのサポート組織などが考えられます。3. 芸能界の倫理規定の策定。業界全体で統一された倫理規定を設け、タレントの言動に関するガイドラインを明確化することも一案です。4. メディアリテラシーの向上。市側もまた、タレントの言動を批判的に捉え、適切に評価する能力を養う必要があります。5. 健全な競争環境の醸成。過度に過激な言動や行動に頼らずとも、才能や努力が正当に評価される環境づくりが重要です。今回のフワちゃんの騒動は、単に一人のタレントの問題ではなく、現代の芸能界が抱える構造的な課題を浮き彫りにしたと言えるでしょう。この機会に、タレント、事務所、メディア、そして視聴者を含む社会全体で、健全な芸能文化の在り方について真剣に考える必要があるのではないでしょうか。皆さんはこの問題についてどのようにお考えですか。コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。また今回の動画が良かったと思われましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。これからも芸能界の裏側や社会問題について深く掘り下げていく予定です。次回もお楽しみに。